おはようございます。ティーダット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。まあ、今更なんですけど、一人暮らしをこう今してるじゃないですか。一人暮らししてね、今まで僕一人暮らししてなかったから驚いたものって結構多くて、これ言ったかな、もしかして冷凍食品でさ、ほうれん草あったりとかさ、それでも驚いたんですよ。だから僕はどうやらね、お坊ちゃまだったのかどうか知れませんけど、いや多分家の事情知らないだけなんだよ。ノットお坊ちゃま冷凍の唐揚げとかさ、冷凍のチャーハンとかあるじゃん。あれがね、一人暮らし始めてあんなに美味しいと思わなかったしね。スーパー行ってさ、ざく切りキャベツっていうのかな、僕時々なんかツイッターにさあげてんすけど、キャベツとか白菜とかざく切りしたやつがあって、ああいうのもね使用用途が多くてさ、いやこんなんあったんだみたいな逆にそんなん知らなかったのみたいに、ね、なるんですよあれってじゃあ今日はね、今日もパーティー考えてます。行ってみよう。おーはーぎー、おーおーはーぎー、カモンベイビーアタック、カモンベイビーアタック、お前の攻撃全部ミス。今回使っていくのは、大目玉、ハグルメタル、ギズモ。この3体で、今回の動画は構成されます。このパーティーは有名ですね。かなりモンスターマスターの悪評を広めてね、モンマス外役になっちゃった。来ましたよ。あー、ついに来ましたよ。シャープいくつかにして、このパーティーはね、もうやばいって、本当にやばいんだよね、これ。大目玉、ハグルメタル、ギズモってパーティー、まあ、知らない人は、なんだろう、そのチームみたいになると思うんですよ。このパーティーはですね、モンスターマスターが解禁された後とかに、結構後期、ギズモが出てからね、まあ、もちろん後期なんですけど、このね、まあ、モンマスの大会で出てきたパーティーの、モンマスのパーティーでね、出てきた、まあ、超強いパーティーって言うべきなのか、それともなんていうかな、あ、え、あれちょっと待って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 、おいーちゃーこの回避、この何がわかる、この技の性質を一つ一つ解説すると、このヒットアンダーウィンはまず、まあ、大目玉はテロップで出してるわ。ハグネメタルはこうやって逃げるわけじゃないですか。大目玉は攻撃を固まるわけじゃないですか。つまり、2体受けないっていう、2体攻撃をと受けないっていう状態でできてるわけですよね。で、そこにもう1体ギズモっていう回避率が、まあ、ビクトリーで最大の、まあ、多分体感 25%30% レベルなんですけど、さらにこのギズモにね、回避率アップや耐性アップを仕込むことによりまして、まあ、ものすごい回避するわけですよ。ギズモが呪文以外。つまりどういうことかっていうと、まあ、攻撃は絶対当たんない。ほら、こういうことっすね。このハグレメタルや大目玉に攻撃が行ってしまえば、当然ミスになるわけじゃないですか。逃げたり固まってるわけなんで。で、ギズモに行ったとしても、ああ、当たったわ、ごめん。当たったとしてもですよ。あ。まあ、ギズモに攻撃が当たったとしても、高い回避率でバン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 避けていくわけですよ。なので、簡単に言えばダメージを受けないチームってわけですよ。これは。一言で言えばダメージを受けないチームなわけですよ。で、ハグルメタルや大目玉は火力がと、まあ低いんですけど、回避、回心数アストロンやヒットアンダーウェイでは、大体マスターダブスキャンでね、なんでよこのようにさっきからミスばっ、なんかね、理想の動きが全然さっきからできてない気がするんですけど、これ。ハグルメタルや大目玉はマスターダブスキャンや昇降で素早さが高い状態にあるんで、基本的には先制するんですけどね。はい、誰もいなーい。そこ誰もいないんですよ。こういうことっすよね。だから、下手な攻撃は当たんないわけですよ。相手はイライラします。ただ相手はイライラしてギズモを殴ります。ちょっと待ってくれ。ほら、ギズモね、これだからね。ギズモ当たったとしてもこれ。当たったとしてもこれです。うん。はい、そういうことっすよね。こういうこと。当たったとしてもいないんだよ、そこには。そう。だから、相手はイライラします。正直言うと、これは。相手はイライラします。こっちは高笑いします。なんでまあ、対策法を知らない相手は、ほとんどこれで詰みます。割りかし対策を知らないと、これ詰むんですよ。で、モーメダマとハグネメタルがこっちのチームは先制すれば、まあ、2体受けない。さっきみたいになんか、2回ちょこちょこ食らってましたけど、クロスカッターだろ、なんだろう。まあ、モーメダマは本当に、
守備面もろボロボロなんで、逃げる以外の選択肢はないんですけどね。大目玉耐久全然ないんで。さあ、この2体がね、ようやく、うわぁ、ハグレメタル。いや、これ、モンマスの証拠プラスさ、素晴らしさを足したシッタンダーメイがさ、本当に出るな。さあ、黒い次、あ、はい、渡っちゃった。それでもこれよ。それでもこれよ。で、まあ、こう、全体攻撃は絶対食らうわけなんですけど、ああ、いや、まあ、こうやって全部避けちゃえばいいんですけどね。ギズモが避けちゃえば、まあ、変わってくるんですけど。ギズモが避けちゃうからね、マジで。回避率 30% という、あ、なったーそれ食らう、それを言うのを食らう、でも。まあ、こういう、これがね、まあ、要はさ、判断力の低いモンスターを詰ませることですよ。これね、欠点があるんだけど、まあ、まあ、長所としては、判断力の低い相手を詰ませることができるんです。こういう風に攻撃食らわないようにして。で、まあ最後の終盤の競り合いもまあ有利。まあ今回はね、SP カードを使ってないんで、まあ使ってたら負けてるやつだな、ってか。なるほどね、こういう感じですよ。うん。というわけで今回の動画はね、おはぎ最強伝説でいきます。さあ、こっからですよ。ここからですよ。まあこのも、このさっきなんか、なんか普通にギリギリ勝ってるような気がしますけど、本来はですよ、本来は本当にもう何もできなくて負けてる人はわりかしいた。うん。なんでモンマスの大会とかに、モンマスの大会じゃないですね、あの大会とかでモンスターマスターが優勝した際に、優勝者のパーティーはこれだった、はあのおはぎだったっていうことは本当にあります。だから大会でも優勝した実績は持ってるわけなんですよ、これって。まあそれは強いわ、普通に。2体攻撃当たんないで、判断力の低い相手はさ、はぐれメタルか誰に当たるか分かんない。3分の1に確率しかないわけですよ。判断力相手が低ければ、3分の1に相手がかけるしかなくなって、ギズモに当たったとしても 30% ぐらいで避けるわけですよね。まあ、まあ、そこでモンスターマスターの、モンスターマスターとしては、ギズモをさらに、スペシャルカード、スペシャルカードのドラゴンオーブで固くしたりとか、回避率をめっちゃ上げたりとかするわけですよ。はい、こうなります。全然効いていません。あのさ、攻撃して全然効いていませんはやばいよ、ちょっと。マジかよ。全然効いていませんはやばい。うわこれこれ、これこれ見たかったの、これだよ、これ。そうそう、こういうことっすよ。何が見たかったかって、これよ。全然効かねえ。稲妻雷光さん、ギズモはね、風以外全部強いんですよ。ギズモの耐性は風以外全てに強いっていう、壊れた壊れた、うわデインも強いしな、普通に。このギズモの唯一のウェポン、デインもね、普通に強いわけですよね、んで。これはね、こういうこと、こういうこと、それ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 、ようやく見せてくれた。一戦目の方が危なかったじゃん。これはね、あの、フリー対戦とかでも、大人がこれ子供に対して使ってたか見たことあるんですよ。おほほほ、大人が子供に対して使ってたか見たことあるんですけど、まあ、これも相当っすよ。これ子供ね、なんだてめえの僕のギガントした動きは誰だい、おほほほほ、それじゃ意味がない。さあ、アサシンアタックで行ってみましょう。これギズモ狙うんじゃない、バトルマスターか、賢いからね。さあ、アサシンアタック誰に、それだ、誰もいないよ、そこ。さあ、ヘッドブレイク。当たるか。当たった、当たった、ギズモだ。おお、何これ、誰か。だから、なんかさっきから主人公が避けてるせいで、なんかよくわかんないことになってますけど、それもダメだよ。何デインしかもないぞ、これ。ハグルメタルとオーベダマも、モンスターマスターの火力の増強のおかげで、そこそこの火力が出るんで、一方的にこっちが相手を殴れるわけですよね。こういう感じになって。どうだ、一方的に相手を殴れる環境下なわけですよ。だから、それをゴーメンだとハグメタルが外してたら違うんですけどね。話が変わってくるんですけどね。あとはもうね、こうやって詰めていくだけですよ。で、SP カードには、光の玉かギガデイン。これ判定勝ちに持ってくこともできて、6ターン目まで耐えて。そうすると、ギガデインで判定勝ちに持ってったりとか、光の玉で勇気2滴とか、あるいは、賢者の石でね、
判定を伸ばすとか、そのあたりなんですよ。ただスペシャルカードを使うとね、あの仕様としてアストロがヒット案内を必ず選ぶわけではないっていうのが、とはははおっとギズモ聞いた62 ギズモ聞いたけど62かだひでえなこれこの光景はひどいぞこれ一戦目にすればよかったな。これ一旦一戦目にしようかなこれはひどい、これはやばいな。うわぁ、デインが刺さ、3体とも刺さる環境かよ。しかも3日間持ってるけど、あいついやぁ、全然頑張、もう逆転されてるもんね、なんだったら逆転されてるもんね。いやぁ、マジか、全然勝てねえな。全然勝ててないよ、なんか。いや、これがね、おはぎの強いとこ。これがおはぎの強いとこですよ。あ、でも待って、こうなるとね、変わってくる。これね、さっきも言ったんですけど、この大目玉やはぐれ豚が先制しないと意味ないんですよ。おっと、来た。で、モンバトにおいては結構素早さって逆転する要素で、メタルスライムよりデンタサウルスの方が速いみたいなことも時々あるんで、まあ、確実ではないんですけどね、確かにこれ。スキャバトとか、昨今のゲームだとね、素早さの方が、上の方が絶対先生みたいな、あるんですけどね、結構。さあ、ここに決まっちゃうのが、デインが、はい、フーリー注ぐー、うわー、強かったなー、理想ムーブ。子供泣いていいわ。まあ、基本的に、そう考えると、この主人公入りっていうのが基本的に、まあ、ちょっと相性が悪いのかなって感じですよね。まあ、大目玉の素早さと、はぐれ豚の素早さ的に、装備でガチガチ固めた主人公に確定で先制を取れるわけではないんですよね。武闘家とかだと主人公素早さ200は簡単に超えますんで、そうなってくるとはぐれメタルや大目玉をね、逆転する素早さ的にね、超える可能性もありますんで、そういうのが苦手なのかなって感じですよね。まあ、大目玉に悪魔の爪なんて振りすかされたらもう終わりですよ、この世が。さあ、今度はね、ソウルパーティーでやってみようと思います。ソウルパーティーの場合、ベホイミ、バギマ、どっちも結構、で、バギマ、あれ、しかも、ハグルメタリア、オメダムで先制してる、こいつ。さあ、ギズモ弱点のバギマです。これ、ギズモ弱点ですね。うえぇ、風に雨っぽ、おぉ、なんだ、どうなってんだ、アークデモ先制したぞ。ちょっと、アークデモ先制してるって、なんかよくわかんないけど、アークデモ先制してるぞ。なんかもうよくわかんない。素早さ、こうやって逆転するからさ。こうやってアークデーモンなんかが、ハグルメタルが速くなったりするからさ。モンバトもね、面白いゲームだよね、こういう。もう、部天部を兼ね揃えたりとは、本当に。まさに、部天部ですよ。いいゲームだ。だから、おはぎね、これ、確定ではないからな。おはははは。大目玉、力いくつあんねん。それでこれかい。さあ、ここからね、おはぎが逃げ切れるか。さあ、気になるところでございます。で、よいしょ！おっと、それはなぁ、聞いたわ、意外と。ボトル何すんの？まあ。そうだね。うおー、66いくのか。なるほどね。結構いくじゃん。さあ、ここのね、回復量を超えていけるか。おはぎの DPS チェック入りますよ、今から。おはぎが DPS チェックするときやってきましたよ。判定勝ちすることも、まあ、可能なわけじゃないですか。この6ターン目までよ。このゲームの使用上ね、6ターン目に勝負がつかなかった場合は、判定になりますんで、その判定の時に HP が多い方が勝ちなんですけど、まあちょっとね、もうすでにね、1ターン目からポカやらかしてる感じするけどな。1ターン目からバギマ食らうわ、ユナスン食らうわ。おお、ここでガードしていく。聖女の盾だね。ヒッターダメ特技だからな、意外と。さあ、バギマ。これバギマがね、唯一の打点だね。バギマね、だってギズモが100食らうとか、100って結構でかいからな、このチームにとっては。このチームにとって100が確定命中はでかいな。ユナゾンが500。500じゃね、500、500? 50です。ユナゾン50です。いやー、こうなってくると意外と自利品なのかな？ジルの品？癒しの一撃誰に行く？癒しの一撃。おー、嘘でしょ、これ勝ちに来てん。こいつら勝ちに来てねえか、もしかして。あれ、こいつら勝てるんじゃねえか、もしかして。あれ、こいつらもしかして勝てる？あれ、こいつらもしかして勝てるんじゃ。おはぎ？あれ、おはぎ、俺、大会と違うじゃねえか。さっきやったからな、大会ムーブみたいな。大会でよく見るムーブさ、大体こうやってやってたからさ。あれ、これもしかして
あれこれ勝てんじゃねえかもしかしてソウルチーム勝っちゃうんじゃないのまさかのこのなんか雑な悪魔パーティー総力さ勝つんじゃねえかもしかしてこんなよくわかんないパーティーにお前らおはぎ負けんのかこんなよくわからない構成のパーティーにさあの大会優勝1位のおはぎ負けんじゃねえだろうななんかありえそう負けたら動画終了でいいんじゃないかと思ってんのに今日はさなんか声枯れてきた今日はさ当てられちゃったん今日はさだってさこのパーティーが全部勝って終わるところをさ見せたいのにねでいいでしょあー悪人に行ったこのパーティーが全部勝っておはぎってやっぱ強いんだって終わらせようとしてるのにさなんか負けそうな気がするんだけどウーム負けそうじゃあウーム負けそうじゃ大丈夫かなあ判定的になんか負けそうだよ判定的にもしかも大丈夫かなさあギズモが受けることになりますがボストロールの癒しの一撃次第だねボストロールは判断力そんな高い相手じゃないんでギズモさんの確率はね、想像高い。おお、こうなります。やっぱそうなりますよね。回復はミスかっていうと、ミスです。ミスです。回復すんの？あ、そうか、ヘアビエルか。さあ、なんか、あれ？なんか、あれ？なんか、あれ？これもしかして負ける？おはぎ。え、おはぎさ、SP カード使うとさ、アストロンとかヒットアンダメでランダムになるわけですよね。そうなると何が起こるかって言いますと、打ち抜かれちゃうんですよ。SP カード使ったターンにね、一気に攻撃されて。だから、実はこれね、このパーティーって、意外と安定に見えて SP カードの択がめちゃくちゃ難しいんですよ。SP カードの選択が実は一番難しいんじゃないかな、おはぎパーティーって。一ターンでさ、すべてが、変わってきますからね。今日もソロはサザンだそうなんだよな。そう考えたら悪くないのかな意外と。意外と大会優勝者ってちゃんとした、いやでも、SP が難しいから、どうなんだろう。でも、攻撃方でも魅力的だよね。これさ、あれこれもしかしてさ、負けんじゃねこれもしかしなくても、これ負けるおはぎって、もしかして。俺の使い方が下手なのかなねえ、俺の使い方が下手なのか、相手が悪いのか、どっちなんだいこれ。あれなんかもしかしなくてもこれさあれもしかしなくてもこれってさ負ける？だって635しかないよもう HP がこっちで向こうもこっちも次の一撃でさとどめ溜まってさで何？とどめ総裁してさ最終ターンにこのターンに逆転できるかどうかってことか HP をさあ出た！やっちゃったSP 使うとこれになるんだよなおあそっかそいつが生きてんのかさあ削りきるかこれもしかしたら削りきるあ何してんだおめえらおめえら何してんのお前ら何してんのなんか急に反抗期になったぞうわギズモカシは勝てるかあしかしここにベホイミの洗礼ねベホイミという洗礼あれおはぎもしかしてこれ負けるもしかしなくてもこれおはぎ負ける未来あるな。癒しの刺激は？はぐれメタルに行く。ほう。あ！わかんないくなってきましたね。アークデーモンとギズモ次第っていうところになりましたけど。さあ、イオナズン爆裂？イオナズンして。あ、これは！ギズモがどっち？ギズモこれ勝ったじゃない？ギズモがだってさ、お前ら。お前ら逆の 12.5 倍引いたのかよ。おい、やってほしい 12.5 倍全部逆にすんなよ。これは。あー、これはなるほど。さあ、ここで最終ターンにとどめの一撃の書き消しが入ります。というわけで最終ターンまで持ち込みました。ということで、残りヒットポイントの量により、ユーロを勝ち取る。なんだこれ。